東都大学は埼玉県深谷市城芝町西4-21に本部を置く日本の私立大学である2008年に設置された大学の略称は東都大、東都、東都。埼玉県深谷市の誘致に応じる形で3県茶屋病院などを経営する特定医療法人大坪会を母体とする学校法人生学園が東都医療大学を設置した 2009年4月に看護師、保健師、助産師を養成するヒューマンケア学部看護学科単独で開学した。2018年には幕張新都心に幕張キャンパスを新たに設置し、看護師や保健師を養成する幕張ヒューマンケア学部看護学科を開設するとともに、季節の深谷キャンパスには管理栄養士を養成する管理栄養学部、管理栄養学科を開設した。 2019年には理学療法士を養成する理学療法学科をマクハリヒューマンケア学部に新設し、大学名を東都大学に変更した。2021年沼津キャンパスを開設し、沼津ヒューマンケア学部看護学科を開設した。マクハリヒューマンケア学部には臨床工学科を開設した生命を尊重し、人間の尊厳と基本的権利を理解するとともに、 学問的基礎の上に専門的な実践能力を持ち、地域の保健、医療、福祉の担い手としてリーダーシップを発揮し、学問の発展にも貢献できる医療人を育成することを教育理念とする。いわ人術、その心は真心と思いやり、声援学園、大坪治虫部沢栄一は、深谷の千洗島の成果の裏に、清水川の伏流水が湧く大きな淵があり、 これにちなんで、声援声援と号した。私たちもこの地に新しく、大学を設立するにあたり、渋沢にあやかり学校法人名を、声援学園と称した。大学院を設立し医学、看護学、臨床学コースを設ける。最終的には、すべての学問の学科を設立する。将来設ける、予定の学科等医工学か臨床検査学科、大学院を、 設立予定コメディカルの学科を併設していく予定である。研究部門幕張キャンパスは19階建てであり、将来は池を中心にテーマごとの研究所を作り、各分野の垣根を超えた研究を行い、先進医療をはじめ人工知能などの先端研究に国際協力で推進していく。大学院は医師、コメディカルのコースを 総合的に学科に構成していき、医療レベルの AI 開発を進めていく。キャンパスサテライトキャンパス2020年5月1日、現在2020年5月1日現在ハートで、愛、慈愛、人し、情を示す。二つの輪は、赤と青は、動脈と静脈、人のみでなく、生きとし生きる動物の命でハートは愛を意味する。二つの輪は絆で、医療スタッフと患者、 人と人との絆はすなわち和でもある。赤はまた血そのもので生命でもあり、赤十字は国際的に有名である。青は学園名の声援学園の青でもある。教育、研究、臨床が医療教育の三本柱で病院も研究所も同様である。ブルーレット学園祭は各キャンパスで行われている。サークルは文化系スポーツ系などがある。 幕張キャンパス1号館東館幕張キャンパス1号館本館東都大学には深谷を中心とした3つのキャンパスに散らばる。学部交通アクセス学生食堂体育館学部交通アクセス幕張キャンパス学生寮体育施設事業やサークル活動での使用学生食堂山崎ショップシンポジウムホール一度2000人収容可能ホールあるじに入学式 学位記事予識で利用される施設です。時に外部の医療関係者や芸能、スポーツ関係者の方の講演や演奏会などのイベントでも使用している。同時通訳機能を設備している。舞台はバスケットボールができる広さがあり、オペラの上演も可能である。学部交通アクセス JR 東海道本線、御殿場線、沼津駅から徒歩13分学生食堂。ありがとうございます。